パート1、アイドル界の輝ける星、乃木坂ヒョンジュセク。乃木坂ヒョンジュセクは日本のポップカルチャーにおいてとても有名なグループです。耳に残る曲と複雑なダンスで人気のアイドルグループです。2011年に結成されてからすぐに人気者になりました。たくさんのヒット曲を出して日本中のファンを魅了してきました。乃木坂ヒョンジュセクは上品なコンセプトと洗練された音楽スタイルで知られています。アイドルの代表格ともいえる存在になりました。彼らの影響力は音楽だけにとどまりません。乃木坂本力はテレビ、映画、ファッションにも大きな影響を与えています。メンバーはドラマや映画、CM にもよく出演しています。また彼らの服装や髪型は広く真似されるなどトレンドセッターでもあります。乃木坂本ジュジュクの人気が日本のポップカルチャーを世界に広めるのに役立っています。彼らのミュージックビデオやコンサートは何百万人もの視聴者を集めています。乃木坂本ジュジュクは常に進化し続ける J-POP の世界で、これからもリーディングフォースであり続けるでしょう。パート1、アイドル界の輝ける星し乃木坂ヒョンジュセク。乃木坂ヒョンジュセクは日本のポップカルチャーにおいて有名なグループです。耳に残る曲と複雑なダンスで人気です。2011年に結成されすぐに人気者になりました。たくさんのヒット曲を出しファンを魅了しています。乃木坂本禄は上品なコンセプトと洗練された音楽スタイルで知られています。彼らの影響力は音楽だけでなくテレビ、映画、ファッションにも及びます。乃木坂ヒョンジュセクの人気は日本のポップカルチャーを世界に広めています。パート2、37枚目のシングル発表、期待と興奮。乃木坂ヒョンジュセクが37枚目のシングルを発表すると日本中のファンが興奮に包まれました。そのニュースは瞬く間に広がり、ファンを魅了しました。発売日が近づくにつれて期待は高まるばかりでした。ファンは新曲に関する情報を待ちわびていました。曲やミュージックビデオで、そして重要なセンターポジションについて SNS では様々な憶測が飛び交っていました。発表イベント自体も一大スペクタクルとなりました。大きな会場で行われたイベントは様々なプラットフォームで生放送されました。何千人ものファンが新しいセンターの発表を目撃しようとコツアを飲んで見守っていました。メンバーがステージに上がると会場は期待感でいっぱいになりました。そしてついに新センターが発表されると会場は歓声に包まれました。パート3、遠藤さくら、恥ずかしがり屋の新人からセンターステージへ。遠藤さくらが乃木坂ヒョンジュセクの37つシングルのセンタールまでの道のりは彼女の努力と努力の証です。加入当初は恥ずかしがり屋でおとなしい女の子でした。パフォーマンス中は後ろの方に立っていることが多かったのです。しかし彼女の才能と魅力は否定できないものでした。徐々に彼女は輝きを増していきました。シングルを重ねるごとに遠藤さくらの自信は増していきました。パフォーマンスではより目立つ役割を任されるようになりました。歌声は力強くなり、ダンスはさらに魅力的になりました。またファンとの強い絆も築いていきました。彼女の誠実さと努力は多くの人々の心に響きました。遠藤さくらがいつか素晴らしいことを成し遂げるであろうことは明らかでした。パート4、センターの大見、遠藤さくらの道のり。アイドルグループにおけるセンターというポジションは単なるステージ上の場所ではありません。リーダーシップと責任の象徴なのです。センターはグループの顔であり、そのイメージを体現し期待の重圧を背負っています。遠藤さくらにとってセンターに選ばれたことは彼女の成長と彼女に寄せられた信頼の証です。センターまでの道のりは決して平坦ではありません。計り知れない才能、揺るぎない努力、そしてプレッシャーに打ち勝つ力が求められます。
遠藤さくらはこうした資質のすべてを、そしてそれ以上のものを示してきました。恥ずかしがり屋の新人から今日の自信に満ちた若い女性へと成長した。彼女の道のりはアイドルを目指す人たちにとっての刺激であり、ファンにとっての誇りです。パート5、人は夢を二度見る。乃木坂46の新たなショー。乃木坂46の37枚目のシングルのタイトル、人は夢を二度見るは、グループの新たな方向性を示唆しています。具体的な意味はまだ謎に包まれていますが、ファンはタイトルとその意味するところを熱心に分析しています。この言葉自体が、これまでの明るく楽しいテーマとは一線を画す、感情の深みと成熟を感じさせます。この新曲はグループにとって重要な節目となるものです。進化し続けるサウンドと新しいテーマに挑戦する中で、人は夢を二度見るは、彼らの音楽の旅における極めて重要な瞬間を表しています。センターに遠藤さくらが選ばれたことで、このシングルに対する変化と期待感はさらに高まっています。パート6、期待のメロディー、人は夢を二度見るとその意義。乃木坂46の成長と進化を反映した曲です。自己発見と人間の感情の複雑さをテーマにしています。歌詞は感情に訴えかけ、人間関係の複雑さや個人的な成長を深く掘り下げています。ファンはメンバーの歌唱力と心に響くメッセージを期待しています。人は夢を二度見るは乃木坂46局の代表曲の一つになる可能性を秘めています。パート7、祝福の声。遠藤さくらのセンター就任に対するファンの反応。人は夢を二度見るのセンターに遠藤さくらが就任することが発表されると、ファンからは祝福の声が殺到しました。 SNS 上には祝福と興奮のメッセージがあふれかえりました。ファンは遠藤さくらの努力と献身が認められたことを自分のことのように喜んでいました。彼女のこれまでの道のりを物語り、彼女の成長を称え、アドマイレーションの気持ちを表現する人も多くいました。ファンから寄せられた愛情と応援は、遠藤さくらの人気と彼女がグループに与えてきた影響の大きさを物語っています。彼女の道のりはファンにとってロールモデルであり、インスピレーションとなっています。センター就任に対する圧倒的な好意的な反応は、彼女が乃木坂46の最も愛されるメンバーの一人であることを改めて証明しました。パート8、遠藤さくら、新時代の乃木坂標準族を担いるリーダー。遠藤さくらがセンターに選ばれたのは、乃木坂46にとって変革期と重なっています。何人かの先輩メンバーが卒業し、新世代が中心となって活躍するようになりました。経験豊富で自信を深めている遠藤さくらは、この新時代を担うリーダーとして自然と期待されています。グループへの献身的な姿勢と才能とカリスマ性を兼ね備えた彼女は、乃木坂46を未来へ導くアイディアルな存在です。彼女のリーダーシップはステージ上だけにとどまりません。彼女は仲間を支え、最高の力を引き出すことのできる面倒見の良いことでも知られています。遠藤さくらはその仕事に対する姿勢と音楽への真摯な情熱を持って、周囲の人々にインスピレーションを与えています。乃木坂46が新たなシャオを迎えた今、遠藤さくらはグループをさらなる高みへと自軸準備ができています。遠藤さくらは乃木坂音楽の新時代を引き継いでいるリーダーです。彼女のリーダーシップはステージ上だけでなく、仲間を支える姿勢でも知られています。乃木坂音楽が新たなショーを迎えた今、遠藤さくらはグループをさらなる高みへと導く準備ができています。パート9、未来への展望。遠藤さくらに広がる可能性。遠藤さくらの未来は可能性に満ち溢れています。人は夢を二度見るのセンターとして、彼女は自分の才能をより多くの観客に披露する場を得ました。
彼女の人気はさらに高まり、音楽、テレビ、映画など新たなチャンスの扉が開かれることでしょう。彼女はすでに演技への関心を表明しており、持ち前のカリスマ性は間違いなくスクリーンでも発揮されるでしょう。遠藤さくらは乃木坂46への献身的な姿勢を貫いています。その才能、献身的な姿勢、そしてグループへの真摯な愛情を持って、遠藤さくらは J-POP の歴史に名を刻む、最も象徴的な存在の一人になるでしょう。パート10、ファミジェク、革新の伝統を受け継ぐ。乃木坂46は、アイドルというジャンルの中で、常に限界に挑戦し続けてきました。洗練されたミュージックビデオから示唆に富む歌詞まで、グループは実験と進化を恐れませんでした。この革新へのこだわりが彼らの根強い人気の鍵となっています。人は夢を二度見るで、乃木坂46はこの革新の伝統を受け継いでいく構えを見せています。自己発見と人間関係の複雑さをテーマにしたこのシングルは、新しい芸術分野に挑戦する意欲を感じさせます。乃木坂ヒョンジュレクはこれからも音楽性、芸術性、そして心のこもった感情が織りなす